はい、お次はですね、投影者の山田さんにお話を伺います。山田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、投影者さんといえばですね、はい、もう本当にあの投影者さんで修行を積んで、はい、ここからこう独り立ちした方も多いと思いますし、はい、本当にこうハンドメイド、まあ、黒森自転車含めて、まあ、日本を代表するね、あのメーカーさんで、私も昔から憧れていたブランドですけども、今回まあランドナーもこちら展示してありますが、ご紹介いただける自転車は、はい、こちらです。逆にこちらということで、はい、これあの車種としては、まあ、あのちょうどトップチューブが下がってる女性モデル、ね、はい、そうですね、はい、まあ、あのオーナーさんは男性の方なんです、ね、あ、男性モデルな、はい、あ、男性の方なんですね、はいはい、でもなんかちょっとこう可愛らしい雰囲気ですけど、はい、気軽に乗れる散歩用っていうことで、はい、まあ、こういうスタイルなんですけど、ポタリングと書いてあるんです、ポタリングスパイクということ で、はい、でなんかオリジナルのこのバイクならではの特徴があったりするんですか。このオーナーの方が猫好きなものですから。僕も猫好きです。猫好きです、はい、部品の至る所に猫をモチーフしたものが散りばめられているという。あ、ハチワレ猫をイメージしてる。そうです。ハチワレってあのこういう柄の猫ですよね。そうなんです、うん、あ、本当だ、本当だ、ここハチワレてる、ね、すごい。え、他に今何かあるんですか。千鳥が鈴だ。ハチワレのところの首のところに鈴。これじゃあ、これもしかして首輪ですか。これは首輪なんです。え、可愛いというかこだわりすごい。ステムのところがもう猫の手になる。あ、わかります。多分この裏側に肉球がついてる感じですね。いやっていう。これはちょっと僕も自転車界長いんですけど、初めて見るレベルですが、他に猫ちゃん。あとはですね、はい、チェーンリングの。あ、本当だ。ただすごい猫ですよ、猫。これ作られたんですか。これうちで作ったわけじゃなくて、お客さんが加工して持ってきたんですけれども。お客さんはすごいですね、はい、このオーナーさん。あとはここがね、もともとこのクランクがプロダイナミックっていう昔な、はいはいはい、クランクなんですけども、ここをちょっと見てください。ここ耳削ってあるんですけど、あ、プロダイナミックちょっとこれはめちゃめちゃすごい。あ、これでしかもここ耳を入れただけなんですか。もともとのロゴにプロダ、あ、そして見つけた、ここにありますよ、ほら、猫の足跡。猫の足跡、足跡ですね。これあの工事現場のね、よくアスファルトとかにちゃってるパターンありますね。ありますね。え、なんかそこら中に、なんかここも猫っぽいといえば猫っぽい。見えてきましたね。あとはボトルケージ。あ、本当だ本当だ。ボトルケージも猫だ。え、すごいですね、この自転車。他あります何か。他はこう猫のおやつの煮干しがレバーになってる。本当だ。ダブルレバーが煮干しですよ。すごい。え、これはもうちょっと猫好きにはたまらないというか、オーナーさん本当に本物ですね。本物の。ダイナミクスっておっしゃってましたね。ダイナミクス。ダイナミクス。え、これはでもその、オーナーさんといろんなディスカッションをして、そうですね。作り上げて、まあ、乗り方としてはそのさっき言ったようにお散歩用なので、はい、軽く、そんなにもうガシガシ乗らないから強度も丈夫なものじゃなくていいっていう、はい、荷物もそんなに積むわけじゃないということで軽量に仕上げてあります。これ打ち合わせはだいぶこうなんか話が広がったんじゃないですか。そうですね、あそこをこうしようとか、あと部品のお客さんの方で、まあ、持ち込みだったので、お客さんの方で部品をあちこち加工していただくのにちょっと時間がかかったので、はい、発送から出来上がるまでは、まあ、ちょっと時間がかかりましたけど、まあ、なんとかこういう形になったんですね。いやー、なんかもうハンドメイドバイシクル店で、ハンドメイドならではのもう文字通りワンオフの自転車ですよね。ワンオフですね。あ、ニャンオフって言わないでください。じゃあ突っ込まないと。すいません。ワンオフはいるんですか。ニャンオフで、あれさ、オーナーの自己満足自転車。でもどうですか、この世界観っていうか、こういうこともできてしまう。夢ありますよね。ね、はい。安倍さんはなんか好きなそういう趣味とかあるんですか。僕犬派なんです。犬派。犬派なの。じゃあ犬作りましょう。いや、もちろん、はい、これハチワレだから、はい、なんか大型犬の感じの自転車とか。そうですね、ちょっといいかもしれないです、ね、ワンダフルとかね。ワンダフル、ワンダフル自転車も、かわいい。これはなんかすごいほっこり癒されます ね。 そうですね。今回トヨタさんではやっぱり伝統的なあの自転車のお話を伺えるのかなと思ったら、いい意味でまさかの、ね、あの8割号を拝見いたしました。
まあ、本当にあの日本の、ね、自転車界あのリードされている存在ですので、また引き続きよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、東映社山田さんにお話を伺いました。山田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。